Caged bird don't fly, caught in a wire, sing like a good canary, came home and called. A game by Taylor Swift。読めない。WASD 移動、黄金伝統から始まり。WASD 移動ですね。すごいぞ、この画面は。もやもやの、ものすごく荒いポリゴンドット。BGM に合わせて開くと空間です。好きなタイプのゲームだな。一応どっちにもいける。どうする？ドマッスグ、これドマッスグは入れない。これはまだ檻の中なんだね。ここは出れなくて、左右と上に扉がある。行ってみましょう。ダッシュはなさそうかな。ジャンプもなし。なんか公園のようなところだ。綺麗だなぁ。ドットのシェードなんだけど、すごい、ね、色使いとこのドットの粗さ、この辺のこの背景のなんだろう、山々みたいなやつのグラデーションとかがものすごくいいな。音はこの像、あ、違うね。すごい、あれ？音がすごい右の方から聞こえる。あれを押して終わりなの。
てみましょう。右側、すいません、左側ですね。右と左の言い間違いがすごく多いけど、頭の中では分かってるんです。言葉を間違えてるだけで。すごい世界だ。なんだこれは。すごい透けてるね。透けて逆の色になってる。ベンチかな、公園だ。葬式博士はこういう色味の絵をよう描きますね。ベンチ、ここにも何かスイッチがあれかな、あるのかな、これっぽいかな。そして何か、おお、起動するものがありますね。割れた。これを割ることで、そう、ここのステージは OK ですよと。音の偏り方がものすごく気になるんですけど、なんでこんなパンを振るんだろう。これから鳴ってるわけではないんだよね。なんか右に行ったり左に行ったり、ものすごく振るんですよね、音楽を。なぜだろう。不思議だな。そしている。いや、さっきいなかったですもんね、これ。これで OK なのかな。あとはじゃあ上に、黒い玉と赤い玉と黒い玉。あ、そうかそうかそうか。この鳥かごの中の今2箇所壊してあったので、あともう1個なんだ。この鳥かごのスイッチを、あれを解放してしまうのかな。おー、いいな、すごくいいな。そこから来たんだね。ずっと今登っていて、来たよと。おお、開いた。檻の向こう。まだ何か囚われてる。
みんなこっち見てんね。これはなかなか嫌だ。なかなか嫌だね。何を解放してしまったのだろう。ちょっと今自分の頭の中ではその整理はついていないんですけども、いいことか悪いことかも分かってないし、あれを開けたっていうことが、まあそもそもそのストーリーが分からずゲームを始めたっていうのもありますけど、おー、なんだこれ、なんだこれ、変なのって言ったらそれまでなんだけど、面白かったね。これ何をどういう表現なのかっていうのもいろいろ感じることができるんだろうな。ケイシドバード、Don't fly caught in a wire, sing like a good canary, come when cold というゲームでした。その雰囲気もいいし、サクッと終わるし、何か心に変なものを残して終わるし、こういうものがいるからインディーゲームも面白いなと思うんですよ僕は。疲れ様でした。